リュルルルルルル、あ、もしもし、もしもし、こんにちは。こんにちは。最後にですね、カナト先輩と一戦してこの企画を引き継いでもらおうかなって思ってます。ありがとうございます。配信でね、誰に引き継いでほしいって聞いてたら、うん、カナタ先輩、五目並べ強いよってみんな言ってていや、でもね、人としてないんだよな。人としてないんですか？そうそう、CPU とばっかりやってるからさ。あー、じゃあ逆に強いんじゃないですか？どうなんだろう。じゃあ、ルールはどうした方がいいですか？合わせます。僕はいつも禁止してますよ。おぉ、3、3、4、4、朝練。すごい、ちゃんとしたルールだ。そうそう、正式ルールでやってる。えらい。全部許すにしてやってたから。久しぶりなんだよ、はい、ちょっと不安だ。あー、いいですね。じゃあ、集中してるので。いいよいいよ、シュート、本気モードで。本気モード。はい、じゃあ、お、いいです。え、待って待って、いいです。待って待って、え、待って待って、いえ、まだ何もないですよ。大丈夫だよね。まだ何もない、大丈夫ですよ。もしかして禁じてしようとしました？いや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 、そんなことないですよ。あ、そんな、禁止ですからね。まあまあ、もちろんもちろんもちろん。それはもちろんですよ。禁止でございますよ。はい、まあ、ちょいと癖で、あれどこ置きました？今その隣隣。あ、ここか。あ、それ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 。いや、どこ置いたか内緒にしとけよかったな。確かに、内緒にしてもよかったのに。あ、ダメなんだ。あれ、ちょっと楓ちゃん、ルールを学んでいただかないと。ダメなんだ。難しいよ。遊ばれてる。あ、ダメなんだよね。ちょっとすいません、先手の三々は禁止です。それはちょっと存じ上げておりませんでした。 あ、ダメなんだ。マジダメなんだ。公式ルールなんでね。公式ルールなんですよ。あー、なるほど。もう指名だこれ、ここに置くしかない。あーね、うん、いいんですか？いや、それまずいっす。いいですね。あー、終わりましたね。カラタ先輩にこの企画を引き継ぎましょう。でも強いですね、先輩。さらっと終わりました。